こっちだこっち。向こうの連中、アプリがビンビンに反応しやがったぜ。確かにまがいもの。アモーが来る可能性もある。カイトさんは離れていて。おう頼んだぜ。行きましょう。勝負。油断しないで。この人たちはおとり？ご明察。こいつらはただの餌、君たちをおびき寄せるためのね。アモー前夜、この前は小粋な邪魔が入ったが、今日こそ灰にして差し上げましょう。援護するわ。お前だ。
この出来損ないが無駄だ。しまったつけ上がるなよゲスども。この私に歯向かうなど許されるわけがない。私は選ばれし存在、まがいもののオリジナルだぞ。量産型のまがいものなんぞと比べられんのだ。女、貴様もいい加減目障りだ。私の邪魔をする者は女子供だろうと関係ない。我々には待望があるのだよ。そのためには誰であろうとも。何？バカな。あれだけのダメージを食らってまだ立てるだと。残念だったわね。彼は眷属、私の血を分けた八神の眷属よ。八神だと。まさか貴様はあのお方と同じ闇を滑るもの。ふざけるな。ならばなぜ邪魔をするのだ。あのお方の邪魔になるならばたとえ八神の一族とて容赦せんぞ。援護するわ。お前だ。私が遅れを取るだと。認めん、断じて認めんぞ。理想も思想もないただのゴミクズに私が負けるはずがない。再生が間に合わないだと。覚えておけ雑魚どもが。次に会った時は必ず八つ裂きにしてやる。ええ、私は大丈夫。ありがとう、心配してくれて。勝てたのは君のおかげ。ありがとう。おい、やったな。これで少しはまがい者たちも鎮静化してくれるといいんだけど。何にせよ壁を一つ乗り越えた感じだな。とりあえずモグラに戻りましょう。他のみんなにも報告しないと。
you
ありがとう。Yeah.
Great! いらっしゃいませ。ありがとうございました。よった。よし、よった。うん。あの、いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。よろしいですか？ありがとうございました。ありがとうございました。ここ。恐れます。 はっ、 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 はっ、
おう、どうやら勝てたみてえだな。アモって野郎、尻尾を巻いて逃げていきやがったぜ。何にせよ、これでしばらくはあいつらもおとなしくしてるかもね。しかし、まだまがいものすべてがいなくなったわけじゃねえ。ここで気を抜かねえようにしねえとな。かつて兜の乙女ロードですね。勝って兜の尾を締めよ、かな。あの、少しいい、話したいことがあるの。人のいないところへ連れて行って。ここはふるさとの空気に似てる。この間のこと聞きたいことがあるよね。ここなら誰にも聞かれないから。あの時、私は組織の実態を探るためあの場所に侵入していたの。君を見つけたのは偶然。結局組織のアジトの一つというだけで有益な情報は得られなかったけど。組織から逃げた時、私の血を飲ませたでしょ。そのせいで君は私との血の契約を交わしたの。私は人じゃないわ。古の時代から化け物、怪異、妖魔、様々な呼び名で呼ばれる存在。私たちの一族は八神、そう呼ばれているわ。八神の一族はその身に宿る血を分け与えることで眷属と呼ばれる刺激者を作り出すことができるの。一生のうち一人だけね。眷属の特徴は八神の力を引き継ぎ常人離れした力を得ること。そう、今の君のようにね。君のその力はまがいものではなく眷属の力によるところが大きい。眷属は主である八神の者と協力し、その力でまがいものを狩る。まがいもの、本来は欲望が肥大化して異形と化した人の末路。哀れな人妖たち、常に欲望への渇きに苛まれ、その渇きから他人の生命力を吸収し続けないと生きていけない希薄な存在。私たちの一族もその成り立ちは一緒だと思うけど、理性を持ち、いつしか神として崇められ恐れられてきた。まがい者が事件を起こすたびに八神の関与も疑われてきた。私たちは静かに暮らしたいだけなのに。だから私たちの一族はまがい者を狩るの。まがい者を日の光で清め、人に戻れるようにするために。人に戻れるかどうかはその人次第だけど。でも眷属は違うの。たとえ太陽で清めても人には戻れない。少なくとも私は戻る方法を知らない。あの時、君の体は、細胞はもう限界だったの。命を救うためとはいえ、君を眷属にした人ならざる者に変えてしまったの。謝っても謝りきれない。他にも話さなければいけないことがあるけど。一度に全てを話しても理解できないと思う。少しずつだけど、いつか必ず答えるから。君をそんな体にした責任は
重い。本当に。ごめんなさい。みんなが心配するといけないから、そろそろ戻りましょう。みんなにも、伝えないといけないから。